芝の和所です。2、3年ぐらい前まで僕はランドフラッシュ、NPD のランドのところの専務評価とかこちらで発表させていただいてたんですけども、少し時間が空いたんですが、ちょっと今回またアップデートという形で発表させていただきます。今日の中の中身としては、まず一つは SFTL というのを今回とか去年あたりですね作りまして、まあ、そのドライバーを一旦 MTD の Linux MTD のメーリングリストの方に投げて、まあ、実際入らなかったんですけど、まあ、それの性能評価とかそのあたりの話と、もう一つは最近新しい ECC の、ECC を NAND の大体コントローラー側にあると思うんですけど、 NAND の方が ECC を持ってるっていう計算をしてくれるっていう、BNAND ビルトイン ECC NAND というのがあるんですが、まあ、それの性能評価も合わせて、あとちょっと多分今年の春頃から UBI のところでファストマップっていうのが機能が入っていて、まだ多分メインラインが入ってないんですけども、パッチとかで流れていて、それをギットも多分あると思うんですが、まあ、そのあたり、ちょっと評価してみたので、簡単な評価の結果っていうのをちょっと今回説明させていただきます。まず一つ目、背景についてです。ちょっと我々の使っているターゲットの背景についてちょっと説明させていただきます。まずですね、NAND を、まあ、基本的に、まあ、Linux とかルートファイルシステムとか、まあ、リードライト用のイメージとかっていうことで NAND を使ってるんですけども、まあ、大きく2つに分かれていて、まあ、1つはデータが書いてあるリードライトで書くところがあります。まあ、ここは基本的に UBIFS とやってるんですけども、もう一つこっち側のところに起動イメージっていう、まあ、ルートもリードオンリーで使っていて、スカッシュ FS 使ってるんですけど、まあ、そういうリードオンリーで、置いてあるブートイメージエリアっていうのがあります。まあ、大体基本的にリードオンリーなんですけども、まあ、バージョンアップとかそういう時だけはライトする、まあ、大体基本的にリードオンリーですね。で、起動のシーケンスの方はまずここにあるランドのデータを一旦全部ラムにコピーします。で、そのラムのイメージ、ラムに置いたものをスカッシュ FS でマウントするっていうやり方をしてます。まあ、なんでそういうことをやるかっていうと、まあ、これこの辺はアプリケーションにもよったりするんですけど、とりあえず我々のアプリケーションのところでは直接この NAND のところをブロックデバイスにしてダイレクトにマウントするよりも、一旦ラムにコピーしてからマウントした方が起動が早いというのが一つ目。もう一つは、リードの回数ですね、なのが、まあ、これだと1回必ず全部読んで、あとはラムしかアクセスしないので、リード回数が減ると。まあ、今、何度もリードを何度もしていくと、ビットバケするとかあったりするので、まあ、何回リードしたかとかっていうのも、できるだけ、まあ、プレディクタブルな感じにしたいということで、まあ、必ず起動時に1回しか読まないっていうのが、これで保証できるというのが、まあ、2つがいい。まあ、メインの理由としては、最初の方でも1秒でも数百ミリでも早い方がいいということで、まあ、早いというために、まあ、一旦全部ラムに送っていくやり方をしています。で、まあ、その他のところも直接、後からダイレクトにマウントするということもありますけども、まあ、基本的に今日のプレゼンテーションのところでは、まあ、この部分をいかに早くするかというところですね。まあ、ランドから一旦ラムにコピーして、そこのラム上をスカッシュ FS にでマウントするという、その部分。で、それを早くするための、NAND ドライバーの要求事項としては、まず、まあ、基本的に初期化が絶対早いということ、起動の時間に効いてくるので初期化がまず早いということ、あとはバットブロックのマネジメントをちゃんとやってくれるということ、あと次にウェアレベリングとスクラビングは、いや、まあ、そこまで、アップデートの時に1回しかライトしないので、まあ、そんなにいいウェアレベリングである必要はないんですけども、やはりちゃんとアップデートが、まあ、1ヶ月に1回とかあるんだったら、その程度のウェアレベリングはちゃんとやってほしい。でですね、あとはスクラビング、まあ、リードによる1ビット化けっていうのもちゃんとやるっていうこと。あとはブロックデバイスインターフェースを持つっていうこと。まあ、先ほど言った後の方のダイレクト直接マウントする箇所もあるので、まあ、ブロックデバイスの方がやりやすいっていうのがあるので、ブロックデバイスインターフェースを持つことっていうような要求があります。で、まあ、今回 SFTL というのを作る前に、まあ、同じようなすでにあるようなもので、まあ、候補になるようなものがもうここにあるようなものなんですけども、まず1つ目が
MTD ブロックっていうのがあります。これは、NOAA とか、まあ、バッドブロックマネジメントを特にやる必要がないものであればそのまま MTD ブロック使えるんですけど、まあ、バッドブロックマネジメントがないので、まあ、MTD ブロックは使えないという状態ですね。あと SMFTL と SSFDC っていうのが MTD の下にありますけど、これは基本的にスマートメディアを、アクセスするためのドライバーです。で、まあ、いくつか制限事項とかあって、まあ、メディアサイズとかというのが、まあ、スマートメディアに規定されているメディアサイズだったり、あとはゾーンベースのウェアラビリティとかいろいろありまして、ちょっと使いづらいなというところもあって、今使ってないです。あとは新しめというか、スカイソーに UBI を持ってきて、その上に UBIFS っていうのを、まあ、ファイルシステム、ブログデバイスじゃないんですけども、まあ、UBIFS 持ってくる。もう一つは BlueBI っていうのと UBI ブロックっていうのを使うっていう方法ですね。まあ、基本的に UBI を使った時点で、まあ、その時点なんです。去年ぐらいに検討した時なんですけども、UBI を使った時点で、まあ、どうしても最初のアタッチ時間というのが遅いということがあって、まあその時点で、まあ、UBI を使うのを諦めたんですけども、今は先ほど言ったファストマップっていうのが機能が今追加されつつあるので、まあ、これが入ったらこれを使うのがいいのかなというふうには思っています。まあ、この時点では急に UBI を使わなかったっていうことになります。で、まあ、そのために SFTL っていうのを今回作りました。でまあ、略は、まあ、簡単なフラッシュトランスフレーションレイヤーということで、まあ、あまり複雑なウェアレビューはしてないんですよ、シンプルですよという意味で、まあ、こういう名前にしています。で、ブロックデバイスインターフェース、インターフェースはブロックデバイスインターフェースですね。下回りは MTD で、MTD のブロックデブ、MTD ブロックデブというのを使っているので、使って、まあ、ブロックデバイスインターフェースを出しているという感じですね。でウェアレビューとスクラビングはスタティックウェアレベリングはやっと、ウェアレベリングはやってないですね。あとは一つ、イレズブロックサイズのキャッシュ、1個だけキャッシュは持っています。これ基本的にシーケンシャルアクセスしかしないので、まあ、1個で十分かなということで、まあ、ライトの時にも使えるようなキャッシュにしています。なので、まあ、シーケンシャルライトでやってる分には、まあ、イレズブロックサイズによらずに、まあ、このキャッシュにヒットさせて、まあ、そこそこ早いっていう感じにしています。あとですね、アウトブロック OB のところに、6バイトのロジカルアドレスとステータスとバージョンっていうのをここに持たせています。で、もう一つが、あと必ずライトの前にしか消さないっていう方針を取ってます。これはやっぱりでもメンテナンスのためっていうのがあって、まあ、そこまでこう最初にイレーズしたブロックを貯めといて、そのできるだけライトを速くしようっていうよりは、なんか問題があった時に、解析できるようにということで、書く前に必ず消すっていうポリシーで作っています。あとでこのパッチを去年、2011年ですか、すみません、去年の12月に、MTD のメーリングリストの方に投げたんですが、メンテナンスいうには、この部分ですね、OB のところに、バッドブロック以上のデータは置くなということで、今は、まあ、アイデアだと言われて、まあ、リデザインしろということなので、まあまあ、強くはもうここでやめてしまって、まあ、リデザインしてしますっていう形で終わらせています。まあ、一応メーリングリストには流れているので、パッチ自体はすぐ見ることができる。でこういう状態の SFTL というのを今回作りましたという状態です。で、今回性能評価というのをやったので、その性能評価対象のブロックの、ブロック図をちょっと説明しておきます。まず一番作ったのが SFTL なんですけども、 MTD の上に SFTL というのを置けて、MTD が提供している MTD ブロックデブというインターフェースを作って、ブロックデバイスインターフェースを作るのが形ですね。まあ、MTD ブロックとか SMFTL とか、まあ、この辺と同じような形をしてます。でもう一つが UBI ブロックですね。これは本線に取り込まれてないんですけども、パッチとして MTD のメーリングリストに出てるやつです。
階層に UBI のウェアラビリングを UBI に任せて、ブロックデバイスインターフェースを出そうというようなインターフェースになっています。でもう一つが この青のパターンは、今普通にあの Linux の中にみんなに入っているやつなんですけども、UBI の上に GrooveBI っていうのを乗っけて、ここが実は MTD のインターフェースを UBI のインターフェースから MTD のインターフェースに変えるっていうようなインターフェースを持ってて、でこの上に MTD ブロックを乗っけて、これなんですけど、これを乗っけて MTD ブロックにするっていうようなやり方です。基本的にこれを、MTD のメーリングリストのところからのメンテナンスから引っ張れると、基本的にこれデバッグとかそういう確認用に作ったものなので、製品にはどうかな、でも使っても別にいいんじゃないみたいな、そんな感じのコメントなので、あまりそう、なんていうかな、実際の製品使うっていうのをしているわけではなさそうではあるんですけど、こういう形で、先ほどのリクエイメントを満たせるので、この形の評価をしました。もう一つが、一番一般的な UBI の上に UBIFS を乗っけるっていうパターンですね。でこっちがちょっと今回の評価対象から言ってますけども、今回この4パターンで、評価をしました。でもう一つの BNAND っていうビルトイン ECC NAND の話をします。まずですね、普通の SLC NAND 左側ですね。こちら側は、基本的にこう ACC のコントロール、ECC の計算とかっていうのは、ここですね。だいたい SOC の中に NAND コントローラーのドライバーがあると思うんです。NAND コントローラーがあると思うんですけど、そこの部分が ECC の計算をして、NAND に書くっていうのが一般的なんですけど、BNAND の場合には NAND 自体が NAND のチップ自体に ECC の計算をするところがあるので、ソフトウェア側としてはコントローラーもそうなんですけど、ソフトウェア側としては単純にデータを書くだけで構わない。そうすると、OB のところに ECC 計算したものをそのまま書いていく。で読み出すと勝手に ECC 訂正も ECC のもしビットバックをしていると訂正したやつが読めるっていうようなチップになってます。で、1ビット化けとかしてる場合には訂正したものを書いてきて、かつ、ビットが化けたよっていうステータスも書いてくるので、そういうステータスを見て、もしウェアレビューとか置き換えとかするのであればすることもできるっていうようなチップになってます。で物理的なインターフェースの難度とほぼ同じなので、ソフトウェア的にそんなに大きな変更はいらないんですね。実際にですね、ちょっと今うちで作ってるのが使っているのが 3.0.32 の LTSI のカーネルを使っていて、それで BNAND を、コーティングするときにはだいたい70行とかそのくらいのオーダーで済むので、そんなに大きな変更しなくて MT の中につけていくことができます。でやる部分というのは、ECC のレイアウトというのを OB の中に持ってこなきゃいけないんですけど、そのレイアウトを定義するのと、あとはリードした後に ECC のチェックですね、ビットバケしていて訂正し終わ、訂正できたのか、訂正できないほうがエラーが起きたのかっていうのをチェックするのもデータ点ですね。で、3.0 カーネルのやつは作ってるんですけど、せっかくLinux の MTD のメーリングリストにするなら最新のところにした最新のものに対応した方がいいかなと思っていて、その対応ができたらそうというふうに思っています。で、SFTL と BNAND の説明をして、今回の性能評価の環境について説明します。まず CPU は、ARM の A9 で528MHz の SMP になります。NAND コントローラーは、ハードウェア ECC を持っています。なので BNAND を使ってないときにはハードウェアで ECC 計算をするっていうところですね。で、DMA はしないで、全部 PIO でリードライトをしてます。で、カーネルは 3.0.32 の LTSI カーネルです。で、UBI ブロックの方は2011年の9月に投稿されたバージョン 0.9 というのが最後のパッチなんですけども、それを使ってます。残念ながらこれはメインラインに入ってんで入らなかったですね。1年ぐらい経つんで入らないですね。あとファストマップっていうのが、今入っていて、私が今回評価したのは RFC のバージョン5ってやつなんですが、
ちょっとリナックの3、この LTSA 関連 3.0 関連に最新のもので評価したかったんですけど、最新のものはもうちょっとこの 3.0 の関連に当てるんですと時間がかかりそうだったので諦めてしまって、まあ、一番簡単に当たりそうなところのバージョンで評価しました。で SFTL は去年の12月の14日に、投稿して、まあ、残念ながら、まあ、メイラインには7投稿しています。で NTD ユーティリは 1.3.1 で、まあ、実施は 4.1 で、難度は、B 難度の方が、まあ、こういう型番と普通のノーマル難度 B 難度じゃないとこういう型番ですね。でメディアサイズが512メガと256で、ブロックサイズが256K と128K、これ倍前後違うような状態になっています。で、まず、素の性能です。イレイズの性能は、B 難度の方が、まあ、これは縦軸が秒なんで、低い方がいいんですけども、まあ、B 難度の方が速い。で、リードに関しては、まあ、そこまで大して変わらない。バイトに関しては少し、早いかな、少しこれは上の方が早いんで B 難度が早いっていう結果になってるんですけども、まあ、基本的に性能っていうのはどんどん変わる、性能はノーマル入れずバイトが早いんですけど、さっき言ったブロックサイズ、入れずのブロックサイズが2倍違うんで、そこで差が出て、プログラミングも入れずのサイズでやったりするんで、そこのページサイズでやったりするんで、その差が出てるっていうだけで、同じブロックサイズとページサイズを持つものだったら、多分あまり変わらないんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、結局、ECC の部分はコントローラーであるか、何度のチップ側であるかの違いだけなので、それをソフトでやるとなったら、またちょっと違うと思うんですけど、まあ、どっちでやっても、今のところ、このパターンだとハードウェアでやってるので、まあ、性能としてはそこに変わらないかな。この違いはブロックサイズによるものかなというふうに思っています。で、その性能がありまして、これが我々の先ほど説明した我々のターゲットで、まあ、どうなるかっていう性能です。縦軸が秒なので低い方が一番、低ければ低い方が速いっていう状態です。左側がノーマル難度で右側が B 難度っていう状態で、まあ、結果的に言うと、まあ、今回作ったやつで9.1 秒で、まあ、一番右が UBIF 率なんですけど、まあ、11秒ということで、まあ、2秒ぐらい差があって、まあ、UBI ブロックに関してはとしても300ミリぐらい差はあって、まあ、この差をどう見るかというところなんですけども、まあ、一応はこちら我々のターゲット上ではターゲット上を前提とするのであれば、まあ、十分な性能が出たかなというふうに思っています。ちょっと使い方特殊かもしれないですけど、もしこういう使い方をするのであれば SFT はそれなりに有効かなというふうに思っています。で UBI を使ったと、まあ、SFT より以外は全部 UBI を使ってるんですけども、やっぱりユニットっていうここのアタッチの部分ですね、アタッチの部分がどうしても大きくなってしまうので、まあ、この部分が速くなれば、SFTL とか使わなくても UBI の上で使えるのかなというふうに思います。この部分を早くするのが先ほど言ったファストマップっていうオプションになります。で、リードライトのパフォーマンスを少し詳しくと言いました。で、これは TIO ベンチっていうベンチマークを使っています。オプションはですね、リードライトのユニットは 4K バイトで1スレッドです。とライトは同期にしています。あとキャッシングされると、またちょっといろんな性能が出てくるので、全部同期でキャッシュして、同期でライトしています。あとは、テストっていうのは、シーケンシャルライト、ランダムライト、シーケンシャルリード、ランダムリードっていうふうに進むんですけど、それぞれの4つの間で、キャッシュの効果効かないように、ドロップキャッシュして、これはソース変えたんですけど、ドロップキャッシュしています。あとは、UBIFS のマウントの場合には、データこれ0しか書かないので、コンプレッションを効かせてしまうと、実際にライトするデータが UBIFS とかだとほとんど少なくなってしまうので、コンプレッションのオプションは何にして、まあ、という影響を避けるっていうような形にしています。
で、まあ、結果なんですが、シーケンシャルリード、まあ、この君時のやつなんですけども、まあ、シーケンシャルリードに関しては、まあ、SFTL は十分、まあ、早いという結果になってます。ただ、やっぱりあまりランダムリードライトに関して全然効力しないで作ってやるので、ランダム系のアクセスがかなり遅くて、リードもかなり遅い、特にリードが遅いっていう状態ですね。 UFS とかだと、とかこういうブルービーアイ付きのやつと比較してもかなり、違うんですけど、まあ一つしかバッファーの持っていないので、ランダム系はすごく遅いっていう感じです。まあ、基本的にシーケンシャルリードライト専用という形でデータになりました。あと MTT ブロックがこの中に入ってないのは、 MTT ブロック UBI ブロックか UBI ブロックがこの中に入ってないのは、 UBI ブロックはリードオンリーのものなので、ライトを含むという制御測定ができなかったというのがあります。まあ、3つはあとアベラブルサイズですけども、ある MTD のパーションを作って、それに対してデータを書き込んでいって、まあ、どれくらい使えるかっていうのを、測定した結果です。で、まあ、基本的にコンプレスしているデータを、もう圧縮済みのデータを DD でこうどんどん書いていって、フルになるまでどれくらいかっていうようなところですね。とどうしてもですね、 UBI とかですといろんなオプションがあって、まあバットブロック用に何リザーブいくつ取るかとか、 UBFS だと、まあまあ、いろんなものに何ブロック取るかっていろんなオプションがあって、まあ、それで取られていくので、まあ、あくまでもこれ参考値なんですけども、 SFTA の場合にはもうバットブロック用に何パーセント取るかっていうオプションが一つしかないんですけど、 UBI とかになるともっとオプションが増えてしまうので、まあ、あくまでも参考値だと考えてください。まあ、SFTA がまあ一つしかオプションもないので、一つの層しかないので、まあ、データいい結果になってるんですけども、まあ、やはりちょっと気にすべき点っていうのは、この赤に書いてあるところですね、やっぱりスモール32メガとかのスモールパーティションにした場合には、特に B 難度のようにページサイズが 4K か 4K で、ブロックサイズが 256K とかになってしまうと、その 256K で何個取るかっていうようなオプションになってしまうので、かなり、32メガ取ってるのか、それにかけるのは25メガとか小さくなってしまうので、まあ、このあたりは、UBIFS とか使うときに気にした方がいいかなというふうに思ってます。大きくなればだいぶ良くはなるんです、比率としては良くなるんですけども、それでもやっぱり B 難度で512メガすると468とか470ぐらいしか使っていなくて、なので、まあ、オプションをきちんと管理して自分で使いたいようなところに使いたいような形のオプションにしないと、まあ、パーティションサイズギリギリまで使えないというのがあります。ですね。あと最後に、ファストマップの、時間です。先ほど言ったあの最初の性能設定とかイニットの時間というところがあったんですけども、これって、今の UBI ですとパーティションによって、どんどん時間が長くなるっていう状態なんですけど、この赤で書いてあるのがファーストマップ付きの、性能で、青のやつが、ファーストマップなしで今現在のです、ね、すると512メガのパーティションを使うと、まあ、2秒、実際にそのアタッチするだけ2秒かかってしまう。32メガで100ミリか200ミリくらいなんですけど、パーティションをどんどん大きくする、大きくするだけ基本的に上がっていくので、ちょっとこれだとその時間がかなり厳しいかなと。ファストマップにすると確かに大台1って言われてるんですけども、まあ、大体数百ミリで全てのパーティションの初期化が終わるので、かなり使えるかなというふうに思っています。ちょっともう少しちゃんと性能評価したかったんですが、最新のものがコーティングできなかったので今日はこのくらいですね。まあ少なくともイニシャライズの時間はかなり早くなっているというようなものです。で、最後に結論ですけど、まず SFTL は我々のターゲットを最初に背景として説明したような使い方をする限りは、まあ、いいパフォーマンスは出ています。今のところ。
ただ、メインラインに入れるためには実装をもう一度考え直す必要があるという感じですね。で、B 難度に関しては、MTD 難度のところに B 難度をポーティングするのは簡単にできます。で、パフォーマンスもノーマル難度とさほど変わらないと、多分、ブロックサイズは同じならば同じような性能になるんじゃないかなというふうにと考えています。あと、UBI ファーストマップに関しては、本当にあの UBI 使っていて大きなパッチになると問題時間がかかるというのが問題だったんですけども、でも古いバージョンですけども十分早い性能になっています。とパッチが小さいとあんまり効果がないかもしれないんですけど、パッチを大きくする大きくするほど本当に性能差が大きい出てくるので、大きなパッチを使う限りのこれを使うとかなり起動時間が早くなるかなと思っています。で、まあ、今後もこのあたりもうそろそろ多分みんなに乗るんじゃないかなと思っているので、この後で、さらに評価とか続けていきたいと思っています。簡単ですか、質問とかありますか。はい、お願いします。いかがですか。SFTL で却下されたという話で、OOP にバッドブロック以外のデータを送らんって言われたということなんですけど、このなんだろう、ポリシーとかってどういうことなんですかね。送らんっていう、なぜ送らんか、なぜ送らんか、基本的に OB だろうと、そのデータであろうと思い、何でもところではビット化けが発生するのは必須で、データの方は OB の ECC データによって ECC 訂正されるけれども、 OB の方は ECC で守れないから、そこにデータを置くなというのが基本的な考え方ですのようですね。で、まあ、SFTL 自体は、一つのステータスとかバージョンとかに関しては二重化してあるので、まあ一応守っているつもりではいるんですけど、どっちかでビット化けしても二重化で守っているつもりなんですけども、まあ、MTD の今のポリシーとしては OB にはデータは多くないというのが基本です。ありがとうございました。他はどうでしょうか。ブラッドさん、どうもありがとうございます。